アロハ EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さんハワイのファーマーズマーケット行ったことありますか？どこでも同じだと思っていませんか？なんとなくガイドブックとか見て、まあここでいいかみたいなファーマーズの決め方をしている人多いと思っております。今回は人気のファーマーズマーケットの楽しみ方をご紹介します。おすすめのところがたくさんあるので最後まで見ていってください。今回は何度かメディアでご紹介させてもらってるカカアコファーマーズマーケットの魅力とファーマーズマーケットの楽しみ方、そしてその中で皆さんにおすすめの7選をご紹介します。まずなぜここを選んだのかってことからなんですけど、ハワイのファーマーズマーケットってアメリカ本土を得てハワイに入ってきておりまして、大小合わせて全米で8000以上も、まあ8000もあるのがそもそもすごいんですけど、そのマーケットの中で去年こちらが7位を取っていて、もちろんハワイで1位となっております。あとここはほどほどのロコ感と観光とのバランスがいいところっていう印象です。このチャンネルではちゃんと人と歴史からご紹介します。こちらカカアコファーマーズのオーガナイザーのパメラさんです。お付き合いは某餃子のチェーン店の新人研修で、食をテーマに企画コーディネートさせていただいた時からで、結構古いお付き合いです。パメラさんはもともと LA でハリウッドのセレブにジュースを宅配するビジネスをしてて、2006年にハワイに移住して少し経った頃にご自身がオーガニックとか健康的な食生活をしたいと思っているのに、スーパーで買えるヘルシーな食べ物が当時は限られていたので、だったらいいもの作ってるファーマーたちを集めて食べれるようにすればいいっていうことで、最初は、ノースショアのハリワで始められています。今回僕のおすすめだけじゃなくって、パメラさんのおすすめも含めてこのベンダーさんどうとか一緒に回りながら試食しつつおすすめを決めております。基準はいいものと個性と雰囲気かなと思っております。営業時間は毎週土曜8時から12時となっております。ラフな格好でももちろん OK ですが、日焼け止めとかはあった方がいいですね。他はワイメやカエルワなども曜日時間は別でやっております。ベンダーによって他の場所にも出ることがあるので、旅行の日程が合わない場合、概要欄のブログ記事をご参照ください。はい、ではおすすめを紹介します。1つ目はファットアマモで、イタリア語で手作りっていう意味のピザ屋さんです。朝一でピザ、日本人的にはどうなのかっていう異論はあると思いますが、ハワイのグルメが集まるグルメの祭典のフード&ワインフェスティバルで集まったフーディーの皆さんがこのピザうまいと1位を取ったピザです。まずオーナーさん、こちらジェームスさんなんですけど、ピザ中毒と自負するくらいのむちゃくちゃピザ好きでして、ちょっとパーリーピーポーなノリで朝一からテンション高めにピザ焼いています。もともとファーマーズの別のベンダーの常連のパン屋さんで、パン職人を得て同じファーマーズの野菜や肉、素材のルートを確保しつつピザを焼くために朝方のパーティー会場から直で来てピザ焼いてるみたいな楽しい感じがするファーマーズのサラブレッド的なピザ屋さんなんですけど、ちょっと真面目な話、ピザは外側ふわふわ、中はもちもちの生地と厳選されたチーズ、地元の新鮮な素材を駆使したシンプルうまい系で、小さい方は9ドル、大きい方は15ドルで朝ピザを楽しめます。ファーマーズ来て日本人的にもしかしたら朝一ピザはちょっと難易度高めかもなので、ここは後半の楽しみにとっておいてもいいかもしれないですね。シンプルで上質なピザを楽しみつつバジルとチーズの香りも楽しめる、断然マルガリータ一択だと僕は思っています。自分はまだ若いからパーティーピーポーで二日酔い明けでピザ焼いてますとか冗談交じりに言っていましたが、そんなね、パーティーピーポーがね焼いた、でもグルメさんも納得のピザ、朝ピザ的に、味わってほしいなと思っております。ここのファーマーズをおすすめするポイントはいくつかあると思っているのですが、一つ目は厳しい選考基準で、1日3件くらいファーマーズにお店出したいんだけどみたいな問い合わせが来まして、まずはフードをテイスティングしつつ、人柄はどうか、美味しいか、健康的か、すでに同じようなベンダーがないか、お客さんが楽しんでくれるかみたいな基準があるところなんですけど、まあざっくり年間1000件とかなんですけど、これを審査するっ
ていうのもすごいですよね。普通にここの楽しいところとして安定だけじゃなくって常に新しい風が入ってくるっていうのも魅力だと思っております。2つ目はチャーニーズバーガーです。のっけから連続でがっつり系なんですけど、アメリカンな旅を意味するこの名前良くないですか。こちらオーナーシェフのトニーさんが朝一からハンバーガーを作っておりまして、ファーマーズで美味しい朝食がないということで立ち上げました。朝一からハンバーガー、日本人的にこれも異論はあると思いますが、ロコに大人気のバーガーなので、ハワイに来たらぜひロコライクにチャレンジしてみてほしいですね。ここのココナッツの炭が入った黒いバンズで作られたずんぐりとしたハンバーガーは見た目インパクト大なんですけど、かぶりつくとわかるのですが、肉の旨味と肉汁が口の中に広がる食べ応えと風味たっぷりのハンバーガーです。ポエジというハワイのファーマーズで人気のビーフを使ってて、ここのビーフは安定に美味しいって感じで、アメリカらしいお肉感がありますね。お肉を潰し焼きにして外側の焦げ目がうまいアメリカっぽいパテだと思います。トニーさんはもともとウェディングとかのおしゃれなケータリングのシェフをしてて、カジュアルなフードを高級料理のテクニックで楽しんでもらいたいっていうコンセプトで、そこに合わせる時間かけてソテーしたオニオンのカラメリゼもお肉との相性抜群って感じでおすすめです。素材は地元産のフレッシュなものを厳選していますので、オーガニックとか健康意識高い方でもいけるバーガーだと思います。ド直球でまんまなネーミングのブレックファーストバーガーにハバルティーチーズ、アボカド、ベーコンを合わせた超がっつり系にしてもいいですし、朝一でバーガーはちょっとな方はブレックファースト系のスクランブルエッグとチーズ、ベーコンの朝サンド系のサンライズサミーもおすすめです。で、アメリカ人はここでシェイクとかコーラとかいけちゃうと思うんですけど、ここはグアバ昆布茶とかナチュラルで優しい味のマンゴーソーダとかも一緒に売っているので、がっつりと体すっきりのバランスを取れる感じがいいと思います。料理ってちょっとした一手間とか最後の一素材が大事だったりするじゃないですか。そんな丁寧さを感じる見た目と裏腹の旅系バーガー、ぜひ楽しんでみてください。こういう個性みたいなものを感じられるのがファーマーズの楽しみだと思っておりまして、ここは結構個性の強いベンダーが多い華やかな印象ですね。3つ目はケインレイとお隣のレモネード屋さんです。やっと日本の女性向きなご紹介です。ケインレイはカヌレというフランスの伝統のお菓子屋さんでして、16世紀からある何気に伝統がすごいお菓子ですね。それをハワイのレイ、花のネックレスにちなんで、ちょっとハワイライクに名前をもじっているところとなります。もともとこちらはソルトレイクでひっそりとやっていたベークショップだったのですが、コロナになってお店を手放して、今は週末だけ食べれるショップですね。カヌレってもともとボルドーのお菓子で、卵白と小麦粉、砂糖、あとラムだったかな、お酒を加えて型に入れて焼いたお菓子でして、ラム生地以外の外の焦げ目の香りの程よいビター感と中の詰め物を楽しむみたいな印象のお菓子ですね。食感はお餅とクリームブリュレの中間のもちもちしたしっかりめの生地で、ハワイのグアバとリリコイがトロピカル感とハワイ感があっておすすめです。こちらご家族で一緒にやってるレモネード屋さんなんですが、絞りたてのレモネードは朝一にいいと思います。ここは使ってるレモンのせいなのかなと思いますが、皮の香りもすごくいい、爽やかな正統派のレモネードの印象でして、この匂いにつられて人を刺さないハチさんとかもこのブースの周りに群がってくる感じです。で、こちらのおばあちゃん、スイスの方なんですけど、ヨーロッパの素朴なおばあちゃん感があって超いい感じじゃないですか。ブースの間で家族感とか親戚感みたいなあったかい連携感を感じるところもほのぼのしてていい感じだと思いますし、ファーマーズって拙い英語とかでも作った人と直接やり取りできたり、こういう空気を楽しめるところだと思っています。あとはショッピングモールとかだと出会えないここだけとかこの曜日だけっていうシンプルなビジネスに触れることができるのも魅力だと思っております。4つ目はヒーリングキッチンです。超ヘルシーなサンドイッチとピクルスが手に入る可愛い雰囲気漂うショップです。オーナーのナオさんはハワイと日本を行ったり来たりしていた皆さん憧れの
元キャビンアテンダントさんのなおさんです。ちなみに日本の美味しいご飯ってガイドブックよりキャビンアテンダントに聞けって言われたりすることがあります。日本の美味しい地方のラーメン屋さんとかもガイドブックじゃなくてトラック運転手に聞けみたいな、全然違うか。でもホノルル線で来たハワイで美味しいものをたくさん食べてきたんだろうなと勝手に思っています。なおさんはクッキングが超好きな方で、日本からハワイに移住した後ウェディングの仕事をした後、こちら自分で料理を出すビジネスをやりたいと始められております。こちらも同じファーマーズの野菜を使っていますね。ここまで結構がっつり系が多かったので、ここでデトックス感といいますか体に優しいみたいな感じがいいと思っています。カラフルで綺麗なサンドイッチなので、ビーチバッグとか海バッグの、入る写真をぜひ、撮ってみてください。野菜だけでぶっちゃけ大丈夫かって最初思ったんですけど、味はアップルサイダーのお酢を使ったソースでシンプル美味しい感じと、あとは食べた後の体に優しい感じがおすすめです。ファーマーズってこういったスタートアップっていうか、これから大きくしますみたいなところ、応援したくなるところに出会えるのがいいと思っていまして、パメラさんってそういうところを伸ばすお手伝いもしてて、ゆくゆくね人気店になったりショップを構えてガイドブックに乗りまくってみたいなところの原石に出会えることもあったりするので、ハワイ上級者さんほどそういうところを見て楽しんでほしいなと思っています。ここは他のファーマーズよりもコミュニティ感とか、調和感が強いことと、あとはスタートアップ駆け出しのビジネスのいい感じのエネルギーが溢れるところだと思っています。5つ目です。バンブーステッカーです。皆さんハワイに来たらお土産を買わない人って多分ほぼほぼいないと思いますが、ここはバラマキ系のお土産に本当おすすめで、竹を使ったステッカー屋さんです。もともと木作りのサインを作っていたテリーさんご自身やローカルデザイナーがデザインをされている可愛いデザインが多いところです。ステッカーってビニールとか紙とかの人工的な感じのものが多いんですが、自然のぬくもりがいい感じだと思っていまして、車とか冷蔵庫とかに貼るとハワイ感が出るバラマキ系のお土産に最適だと思っております。竹ってむちゃくちゃサステナブルな植物だって知ってましたか？ UV 加工されてて色あせたりしないので超長持ちしますし、お魚とか動物系、植物、景色系、あとは文字系とか、とにかく種類が豊富で全部で300種類以上いつもあります。これ可愛くないとかショッピングするのがおすすめだと思っております。多分女性はこういうの好きですよね、だと思ってます。ここは種類がとにかく多いのでお気に入りを探すのが楽しいので、女性と行くと長居しちゃうのがいい意味で難点だと思っております。はい、6つ目です。フォートルガーマーケットです。皆さんポケ好きですよね。ハワイの情報とか見てるとポケの登場率がすごいなと多分ですけど、ハワイの人たちは週に1回ぐらいは食べてると思ってます。でそのぐらい人気ですし、僕も雑誌とかでよく紹介します。最近はポケのショップが異常に増えたなと思っております。マグロ好きの日本人にとってポケは一番とっつきやすいハワイの料理だと思います。いいマグロであることはもちろん大事なことなんですが、冷凍物も結構紛れています。生にこだわる人はここも超おすすめのポケ屋さんのうちの一つです。こちら GM の JB さんで、今回たまたま別の撮影の時の動画もあったのでちょっとショップも紹介しますね。デリ系のショップはカイメキと呼ばれるダイヤモンドヘッドのすぐ近くにありまして、ファーマーズは普段ショップに来れない人たちに来てもらう、ポケとハワイアンフードに触れてもらう機会といった感じで出しております。ここのポケを語る人はちゃんと予習をしていて情報を集めていたり、ハワイによく来てる人っていう印象です。ローカルに愛される安定のポケを探している方、ここは超おすすめです。1937年創業でして、タバコとかビールとか普通に売ってますし、中に入るとわかるんですけど、まあこじゃれてる感とかが全くない、当時の飾り気がない空気感にタイムスリップします。マグロはホノルル市場から朝一で仕入れてて弾力がありまして、滑らかな印象で、朝8時の回転に合わせるって一体何時に作ってんだろうとか思ったりしますが、マグロの味的に日本人の方にも超おすすめです。味付けに関してはここはいろんな人種が住むね、ハワイらしいローカルライクなポケの印象です。おすすめはスペシャルルガーポケ、あとはスパイシーも、人気ですね。ポケって観光客寄せとローカル寄せの方向がある印象で、こ
ここはローカル的な感じが強いかなと思います。テイクアウトして観光客が少ない近くのビーチとか公園の木陰のテーブルとかで食べるのがここの常連さんとかローカルのイメージです。ハワイってこじゃれたレストランとかじゃなくっても公園とかビーチとか近くにあるので風に吹かれて木陰のベンチでとか楽しめるところが魅力だと思っています。あとはハワイアン料理とかフィリピン料理も結構メニューが充実してて日本人にはちょっと勇気がいるかもって思いますが次回はぜひラウラウとかポイとか超トラディショナル系のハワイアン料理も試してみてほしいと思っております。雑誌でよく紹介するジャンルとしてポケ、パンケーキ、アサイ、ロコモコ、ステーキこの辺はよく鉄板で出てくる感じなんですけどハワイアン料理にチャレンジしたりする観光の方は結構僕的に好きです。パンケーキとかアサイとかは後から入ってきたのでぜひね本当の郷土料理を試してみてほしいと思っています。こちらのラウラウという料理はおすすめでしてまあハワイ料理あるあるなのですが全体的にあまり色味が出にくいのでカメラマンさん泣かせない印象です。とにかくファーマーズで弾力がある超新鮮なポケをぜひ楽しんでみてください。あとハワイアン料理の企画って需要ありますかね。ぜひ、ご意見お願いします。7つ目はエブリデイアートさんです。ファーマーズでフードとかドリンクとか小物とかもぜひ楽しんでほしいんですけどここは一定もののショップでチープなお土産屋とかじゃ絶対出会えない木を使った手作り系の食器のショップです。ハワイのスーパーとかお土産屋さんで木の皿売ってるところは多いのですがここは一つ一つ表情とか質感とかが違っていて大量生産系だとちょっと真似できない木のぬくもりを感じる表情豊かでセンスがむちゃくちゃいいところです。こちらシャロンさんとパットさんご夫婦でカエルワでお皿とか食器を作っていてシャロンさん奥さんの方なんですけど昔はジャズシンガーで名古屋とかに住んでいたこともあったそうです。関係ないかもと思っていますが僕ジャズがめちゃめちゃ好きでしてジャズとアートって親和性が高いって勝手に思っています。こちらコンセプトもおしゃれというかダウントゥアス感がある日々の生活の中でアート性のある美しいものを使ってほしいっていう超いい感じのコンセプトでしてマンゴーとかポーク、松の木とかモンキーポット、ネムの木などの廃材を使っております。このままだとゴミになってしまう廃材にもう一度命を吹き込むっていうねアート感がいいと思っております。ブースごとに全然違う空気感があるのもファーマーズの醍醐味だと思っていましてシャロンさんはすごく柔らかい人柄といいますか5月の陽気みたいな空気感がここはある気がします。カエルワの工場で廃材のブロックを削り出すところからほんとすごい手塩にかけて食器を作っておりまして現在はカカアコで第1、第2、第5土曜のみ、日曜はカエルワでも出ていますのでタイミングが合う方はぜひ行ってみてください。で、さっきも言いましたけどここだけっていうところが多いのもここのカカアコの特徴かなと思いますし何よりここは子を送り出す母みたいな空気感を感じるので超いい買い物したっていう実感がすごいです。日本の方ってとにかくブランド好きだよねってローカルの人によく言われるんですけどこういうものとの付き合い方って今の時代大事だと思ってて木の食器って呼吸をするので手で洗って時々乾燥してるなっていう時はクルミオイルで湿度を足していくといい味が出てきます。エメラルドの皿超いい感じの色味じゃないですか。ハワイコンセプトのカフェとかでこういう皿とかあったらまあ食器のコストはかさみそうですけどテンションめちゃめちゃ上がると思います。何よりブロックの廃材から丹精込めて削り出した食器は買った後手間暇かけて愛情を持って使いつつ食器に込められたアロハなぬくもりとか旅の思い出を思い返してみたいなのって超良くないですか。もともと農家が直接販売するのがゆえんのファーマーズマーケットですが野菜だけじゃなくってパメラさんもね
こういういいもの作ってるところを世の中にっていうサポート感を強く意識しているのを感じますし、そういうコンセプトとか土台を知ってからここを楽しむのはハワイの特に上級者を自負する皆さんの旅に深さが出ると思っております。このチャンネルを始めた理由がですね、ガイドブックとかハワイの本とかもやってきたんですけど、コロナ禍で日本のメディアさんとかが自由に取材とかできなくって、空気感ももちろんそうなんですけど、ちゃんとした情報を発信している YouTube もあんまりないなって思ってて、そこをちゃんと伝えきること、そして皆さんのハワイでの楽しみ方のスタイルを提案できたらと思っておりまして、取材先も厳選しております。ハワイの空気感にハマる人も多いと思いますが、それって気候とか街がってことだけじゃなくって、ハワイの人が育んできたアロハの文化とか精神が醸し出している空気だと思っておりまして、こういうね、ここだけが持つ本当の魅力を皆様にお届けできたら幸いです。今後いい感じのガイドブックとかハワイの雑誌みたいなエキサイティングなチャンネルにしていきたいので、チャンネル登録と応援お願いします。 DJ でした。マハロです。